みーチャンネルです。今回はリクエストの多かったバッグの中身紹介をしたいと思います。私は今レピピのリュックを使っています。ここにレピピって書いてあってすごい可愛いです。こんな感じです。こちらのバッグは2900円ぐらいだったと思います。まず外から見ていきます。まずここのしょった時にここに来るところに亀のストラップがついてます。これはお友達にもらったハワイのお土産です。すごい可愛いです。でここにはこう手の消毒液がついてます。これはりょうくんのお友達のママにもらったやつです。これすごいいい匂いがします。でここの外ポケットにはお財布が入ってます。こっちが小銭で、こっちがお札とカードって混ざらないようにしてます。この小銭入れはすみっこ暮らしのがま口です。これは原宿のピクニックで購入しました。これは雑誌の付録だったロニーのお財布です。結構使い勝手が良くてちっちゃいし可愛いのでいつもこれです。1年前か2年前ぐらいからずっとこれです。でなんか UFO キャッチャーのこの透明の石も入ってました。続いて中です。中はこのまずこちらです。これは前キディランドで福袋を買った時についてたポーチです。で中にはこの 3DS が入ってます。で 3DS には弟と一緒に撮ったプリクラが貼ってあります。でこの古い一番古い CDS でピンクのやつです。幼稚園の頃からずっとこれを使ってます。で今ソフトは動物の森が入ってます。であと一緒にこちらのソフト入れも入ってます。これは100均で買ったソフト入れになんかマスキングテープとかをいっぱい貼ったやつです。でこう動物の森とマリオメーカーとあと DS のテトリスとマリオパーティーとあと SD カードとマリオシールだっけ、なんだっけ、ペーパーマリオだが入ってます。でここにしずえさんのタッチペンが入ってます。そしてじゃん、こちらのキティちゃんのスケジュール帳も入っています。こちらはダイソーで購入したものです。中にこう8月は書いてないんですけどこんな感じでカレンダーが書いてあります。で後ろにメモコーナーとかもあります。ほいなんかピン入ってました。クリップ。次がじゃん、お菓子です。このチビの種っていう酸っぱいやつとあとこのチェルシーのバター味かなが入ってます。これは結構酸っぱくて美味しいし結構口の中で飴みたいに舐めてられるのとあとハイチュウみたいな感じで美味しいからです。でこのチェルシーは結構濃い味で好きです。いつもなんか飴とかグミとかなんかいつもカバンの中に入れてます。以上です。だいたいいつもこんぐらいのものしか持ち歩いてないので私にはこの大きさでちょうどいいです。しかもリュックなのでわーって走れるし結構これ楽です。言い忘れてましたがこの DS 入れにしてるポーチにはこのトカゲをDS 入れにしてるポーチにはこのトカゲのストラップがついています。これは視聴者さんにもらった可愛いトカゲのストラップです。ありがとうございます。すごい気に入ってます。以上、リクエストが多かったバッグの中身紹介でした。バイバーイ。